はい、こんにちはでーす。ってことでね、魔法石15個と黒メダルがもらえる5月のクエストダンジョンレベル15の組めれば一発クリア確定なアグリゲート編成紹介していこうと思います。いや、なかなかね、レベル15自体は難しいんですけど、アグリゲート使えばね、てかこの編成を使えば、もう一発クリアなんでね、もう即魔法石と黒メダル回収できます。アグリゲート持ってる人はね、意識高いと思うんで、多分ね、やってくれると思います。レベル15ね、せっかくなんでやりましょう。黒メダルももらえますからね。はい。で、アグリゲートやっぱ間違いないですよ。こいつも間違いないです。こいつ使った時ももうほんと間違いないです。ただ高級すぎて動画が出しづらいんですよね。はい。ぜひね、この動画見てるアグリゲート持ちの方はね、高評価、チャンネル登録しといてください。じゃないとね、なかなかアグリゲートの動画を出せなくなってしまうので、ぜひよろしくお願いします。強いのにね、高級すぎます、ちょっと。はい。ということでやっていきましょう。レベル15の一発クリア確定アグリゲート編成です。見てください、どうぞ。さあ、ってことやっていきましょう。レベル15アグリゲート編成ですね。まあ、この編成組めばね、一発クリアできると思うんで、集中して頑張りましょう。はい。さあ、じゃあまず1階層ね、1階層アグリゲート3体進化させましょう。はい、進化。進化。で、さらに進化させます。よし。で、アレキサンダー打って、パティ打って、遅延の4ターン分1コンボしていきましょう。1コンボ。1コンボ。さらに1コンボと。よし。さあ、ではね、はい、アグリゲート変身していきます。3体です。はい、変身。変身。はい、さらに変身と。で、最初のアグリゲート打っていきましょう。はい。で、もしね、光吸収残ってる場合は、パティ打って、アグリゲート打ってください。今回残ってないですね。で、殴って、削っていきましょう。はいと。で、光回復、お邪魔毒消すの4色って呼ぶんで、よろしくお願いします。では、殴っていきます。はい、OK ですね。突破していきましょう。で、基本的にずっと4色消しして、4色消ししていく感じね。はい、殴っていきましょう。さ、で、はい、OK ですね。4色でまた殴ってワンパンしていきましょう。はいと、場面突破ですね。突破していきます。さあ、続いては3階層。3階層もね、4色消しで殴っていきましょう。でね、アグリゲート打ったターンは、アグリゲートでね、お邪魔毒残しておくと次が楽です。はい。さあ、お邪魔毒光回復と。はい、OK です。これで殴っていきましょう。よしと。はい。で、ワンパンしていきます。はい、サクッとワンパンと。続いては4階層ですね。4階層玉ドラ打って4色で殴っていきましょう。はいと。さあ、バインドクラウンで玉ドラと。よし。さあ、ではね、お邪魔取ってきて。はい、回復も組んでね。はい、OK です。4色でワンパンしていきましょう。はい、基本的にね、4色組めば全部飛んでいくんでいいですね。楽ですね。はい、突破していきます。続いては5階層ですね。5階層も4色組んで殴っていきましょう。はい。さあ、毒目覚めはね、ありがたいんで、このまま残しましょう。さあ、いきます。アグリゲート打って、で、はい、しっかりお邪魔毒、光回復と。はい、4色消し。OK ですね。で、お邪魔と毒と光残してあります。はい。では、突破していきましょう。はい、OK です。さあ、続いては6階層ですね。6階層ここアグリゲート打ってください。はい、陣ですね、敵のね。はい、関係なかったですね、残したらね。はい、ではアグリゲート打って、で、光回復お邪魔組んで殴っていきましょう。はい、OK です。よし。これで突破していきましょう。はいと。はい、これで突破していきます。さあ、続いては、7階層ですね。7階層ね、ここ4色で殴っていきましょう。で、ケプリはパティで対策してください。はい。よし、さ。じゃ、光回復。あれ ?3 色だね。3色?はい。3色で殴っていきましょう。はい、OK ですね。突破していきましょう。さあ、続いて8階層ですね。8階層溜まり次第アレキサンダー打ってください。で、溜まるまでは耐久ですね。で、アレキ、パティ、ドーナ。空打ちして、で、光3セット含む4色で殴ってください。で、その後1コンボ3回して、で、光3セット含む4色で殴ってください。まあ、とりあえずアレキサンダーを貯めましょう。はい。さあ、耐久です。はい。攻撃受けて、さあ、アグリゲート打って、はい。光回復を邪魔毒と。はい、OK です。で、また耐久していきましょう。はいと。さあ、盤面何もないですね。毒はあるか。毒と回復ありますけど。はい。で、攻撃を受けます。はい。アグリゲートを打ちます。で、また耐久していきましょう。光回復を邪魔毒と。はい。少しね、ドロップ温存気味でいきましょう。はいと。
はい、OK です。よし、あと1ターンぐらいかな、アレキサンダーはね。はい、では、光回復、お邪魔毒と。はい、OK です。よし。で、耐久していきましょう。はい、と。OK です。さあ、アレキサンダーまだ多分、あともう1ターンですね。もう1ターンアレキサンダー待ちましょう。はい、アグリゲート打って、光回復、お邪魔毒と。光、お邪魔毒、回復。はい、OK です。光は温存と。よし。さあ、属性吸収終わりましたね。はい、で、アレキサンダーが溜まりました。ソーラーウェーブ、アレキサンダー、まだ溜まってなかったですね。はい。さあ、で、4色で、もう殴れますね。ついにね。はい。ついに、属性吸収切れたんで殴れますね。ああ、落ち込んどってますね。はい。はい、OK です。はい、長期削り。やっとアレキサンダー溜まりました。はい、アレキサンダー撃ってと。では、殴っていきましょう。お邪魔取って、お邪魔取って。光回復、お邪魔。はい、いいですね。これで削っていきましょう。はい、と。はい、削ります。さあ、超根性。はい、では、ドーナ空打ちして、レント7番も空打ちと。はい。さあ、で、1コンボ、1コンボ、1コンボで、ちゃんと遅延ターン消費してから突破していきましょう。はい、では、アグリゲート打ってね、殴って突破していきます。はい、回復、お邪魔、光。はい。OK です。いいですね。しっかりと、お邪魔、回復、毒、全部ね、4色残して、殴っていきましょう。はい、光消えていきましたが、はい、これでね、殴って突破です。さあ、続いて9階層ですね。9階層ここ盤面で攻撃色消して殴ってください。もし無理だったらね、アグリゲート打っても OK です。はい、では殴っていきましょう。はい、さあ、光取ってきて、はい、OK ですね。4色で殴って削っていきましょう。はい、はいと。はい、OK です。削っていきまーす。突破。さあ、続いては10階層ですね。10階層ドーナー打って、光2セット含む4色で殴ってください。次のターンにアグリゲート必要です。はい、いきます。アグリゲート打って、ドーナー打って、はい、じゃあ殴っていきましょう。はい、さあ、光回復お邪魔毒と。いいですね。はい、これで削っていきましょう。よしよし。はいはいと。はい、OK です。削っていきましょう。はい、突破です。さあ、続いては11階層ですね。11階層ね、これできれば盤面で4色組んで殴っていきましょう。OK、盤面でいけそうですね。お邪魔も毒もあるし、光もあるし、回復もありますね。はい。では、盤面で殴っていきましょう。はい、お邪魔毒、光と。はい、OK です。これで殴って突破していきましょう。はい、と。よし。はい、殴って突破していきまーす。さあ、続いては12階層ですね。12階層ここ4色で殴っていきましょう。はい。さあ、ジャスティスオーラと。はい、では行きます。はい、毒取ってきて。お邪魔取って、お邪魔取って、お邪魔取ってと。で、光も取りました。さあさあさあ。はい。OK ですね。じゃあこれで削っていきましょう。はい。OK。では、殴って突破していきます。はい。さあ、続いては13階層ですね。13階層もね、ここ4色で殴っていきましょう。はい。いきます。よし、盤面ちょっときついですかね。アグリゲート打ちましょう。アグリゲート打って、4色消しで殴っていきましょう。光回復、お邪魔、ドグ。はい、OK です。で、なるべくドロップ温存と。よし。はい、では突破していきましょう。よし。はい、突破です。さあ、続いては14階層ですね。14階層ね、ここ4色で殴るんですけど、次ね、アグリゲートが必要なので、アグリゲート残して突破してください。はい。さあ、光回復、お邪魔毒と。はい、OK です。では、殴っていきましょう。さあさあさあ。かなり楽ですね、今のところね。はい。よしと。
突破していきます。さあ、続いては15階層ですね。15階層、ここアグリゲート打って、ドーナ。アグリゲートで、まずアグリゲートで削って、その後ね、ドーナ4色で通過してください。はい。で、もしドーナ溜まってなかったら耐久ですね。はい。まずは超根性で、まで削っていきましょう。はい。はい。毒取って、さあ、OK ですね。お邪魔毒残して、殴っていきます。はい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 、と。はい、これで超根性まで削っていきましょう。よし。はい、削っていきまーす。さあ、で、まだドーナ溜まってないですからね。ドーナ溜めないといけないですね。はい。攻撃受けて、ドーナ溜めの時間です。はい、光回復お邪魔。取って、はい、さらに毒取って、OK ですね。お邪魔毒1個ずつ残してね。はい。耐久していきましょう。で、ドーナ待ちです。はい。目覚めはこれで切れますかね。さあ、ドーナ溜まりましたね。では、ドーナ打って、アグリゲート打って、殴っていきましょう。はい。いきます。はい。お邪魔光と。はい。いいですね。これで殴って突破していきましょう。はい。はいはいはい。はい。OK です。これで突破していきまーす。はい。突破。さあ、続いては16階層ですね。16階層ね、一旦耐久した後にパーティーアグリゲート打つんですが、今回はね、こいつレインボー出てます。はい、レインボー殴っていきましょう。さあ、いきます。はいはい、レインボーは2パンですね。はい。さあさあさあ、お邪魔回復、光毒組んで、はい、OK です。これで殴っていきましょう。はいはいはい。はいはいと。はい、OK です。で、削っていきましょう。いいよしと。さあ、ツーパーいけませんでしたね。さあ、で、攻撃を受けます。ガブガブと。はい。では、アグリゲート打って、もう一回殴っていきましょう。はい。光回復、お邪魔毒、4色組んで、殴ります。よし。はいと。はい、これで超根性までいけましたね。で、攻撃を受けて、はい。また殴っていきましょう。できます。はい。アグリゲート打って、光回復、お邪魔毒と。はい。はい。光回復、お邪魔。はい、OK です。腕殴っていきましょう。よし。はい。削っていきまーす。よし。スタート。で、攻撃を受けて、はい。ではね、殴って突破していきましょう。光組んで、お邪魔組んで、毒組んで、回復組むと。よし。はい。では削っていきましょう。はい。はいはいはい。よし。4パンでしたね。はい。突破していきます。さあ、続いては17階層ですね。17階層、ここ平積みで殴ってください。アムネルのみ光3セットの光2セット、光2セット、光2セット、光3セットで突破してください。今回アムネルですね。はい。で、次階層ね、2ターン連続でアグリゲート打てるようにしてください。はい。次階層ね。はい。さあさあさあ、アグリゲート2個温存して殴ってくださいね。はい。では、削っていきましょう。で、こいつだけね、さっきも言ったけど、だるいです。はい。よし。まずは、光3セットですね。で、削っていきます。はい。よしと。んで、攻撃を受けましょう。はい、攻撃受けて。で、はい、またね、組んでいきましょう。毒、お邪魔。よし。はい、削っていきます。よしと。さあ、光2セットですね。今の落ち込んでね。はい、で、削っていきましょう。いや、硬いです。はい。で、攻撃受けます。はい。では、また、アグリゲート打って、で、光2セット組んで殴っていきましょう。はい。回復、毒、光、回復。はい。いいですね。よしと。はい、殴っていきましょう。はい。はい、削ります。よし。さあ、続いても、はい、殴っていきましょう。はい。さあ。光取って2セット、毒、お邪魔。
はい、OK です。で、削っていきましょう。はい、はいと。はい、OK です。削りまーす。よし。スタート。まだ2セットしましょう。はい、もう1回2セット組みます。はい、アグリゲート打って、で、殴っていきましょう。さあ、いきます。はい、はい、毒組んで、光組んで、光組んで。よし。はい、光3セットですね。あ、ってことは突破かな、これね。はい。光3セットで突破だから、これ突破かもしれないですね。盾もないから突破ですね。あ、そうですね。はい、突破して、OK と。よし。さあ、で、続いて、18階層ですね。18階層、ここ、アグリゲート打って、光2セットから3セット組んでください。で、その後もう一回、アグリゲート打って、光2セットから3セットで突破してください。はい。さあ、アグリゲートを打ちます。いきます。はい。早い光回復、お邪魔毒組んでいきましょう。はい。お邪魔も組んで、よし。光3セット組めましたね。では、これで削っていきましょう。はいはいはいと。はい、よし。削ります。よし。はい。で、攻撃を受けます。さらに攻撃を受けます。はい。では、アグリゲート打って、で、殴っていきましょう。はいはい。はい。しっかり組んで組んで。はい、OK ですね。これで削っていきましょう。よしと。はい。はい、削っていきまーす。いいよし、突破です。さあ、続いては19階層ですね。19階層、ここ、盤面4色組んで殴った後に、アグリゲート光に2から3セット組んで殴っていきましょう。はい、いきます。さあ。はい。毒持って、はい、毒取らなきゃいけないですね。はい、毒取って、はい、毒組んで、はい、光組んでと。はい。回復はちょっと無理そうですかね。はい。では、殴っていきましょう。はいと。よし。さあ、では、削っていきます。よし。さあ、で、攻撃を受けます。はいと。さあ、じゃあ、アグリゲート打ちましょう。アグリゲート打って、はい、殴っていきましょう。はい。光組んで、はい、お邪魔組んで、で、光組んで、はい、OK ですね。よし。3セットですね。じゃあ、これで殴って突破していきましょう。はい。よしと。さあ、これで水属性も突破と。さあさあ、続いてです。続いては20階層ですね。20階層、ここね、光2セット組んだ後に、光1セット、光2セットで3パンしていきましょう。さあ。はい。攻撃をまずは受けていきます。はい。毒目覚めロックですね。あんま関係ない。さあ、お邪魔なくなっちゃった。お邪魔取って。はい、光組んで。回復組んで、光2セットですね。よしと。はい、では削っていきましょう。はい。はい、はい、はいと。よし。では削っていきます。よし。さあ、で、50% 立てですね。はい。では、アグリゲート打って、まずは微削りからしていきましょう。アグリゲート。はい、いきます。毒、お邪魔。で、はい、光組んで。はい。さ、さささた。はい、いいですね。光1セットでまずはちょっと削ります。はい。はい、と、落ち込む乗って。はい、これでちょっと削っていきましょう。よし。はい、では次に光2セットで突破していきましょう。攻撃受けて。はい、光組んで、回復組んで。毒組んで、はい、光光光と、あ、3セット組んでますね。OK です。さあ、OK。全力コンボで殴って突破していきましょう。はいはいはい、はい、はい、はいと。よし。これで突破です。さあ、ということで続いてです。続いては21階層ですね。21階層でここね、属性吸収あるので、属性吸収切れるまで耐久となります。で、アグリゲート、打って、で、まあ、毒、お邪魔、3個以上、温存からの盤面っていうのを繰り返して耐久してください。敵の行動でルーレット使われるから、ルーレット消えます。気をつけてください。で、パティとアレキサンダー、溜まってる場合は、スキル打って4番でも OK ですね。はい。さあ、ということで殴っていきましょう。で、今、アレキサンダー溜まってるので、アレキサンダー打ってもいいですね。はい。
絨毯待機するのしんどいので、これはアレキサンダー打っても大丈夫です。はい、ルーレット、シャイアンアローと。よし。ではまた耐久していきましょう。はい、OK です。ほいで耐久。よし。はい。また8ターンありますからね、属性吸収ね。で、またルーレット作られると。さあ。はい。ルーレット回っております、敵の。はい。では、アレキサンダー打ちましたね。はい。では、アレキサンダー打って、アグリゲート打って、ここからもガンガン攻めていきます。せっかくね、アレキサンダー溜まってたので、この4ターン、2ターン以内か、に削っていきましょう。はいはい。いいよし。いいですね。はい。削っていきましょう。毒とお邪魔は温存しました。敵がね、ルーレット消してくるからね。はい。では、削っていきましょう。いいよし。はい、攻撃を受けて。はい、考え中ですね。さあ、ルーレット消さずにロックしてきたんですね、今回はね。はい。さあ、ロック解除して、光回復、お邪魔毒を消していきましょう。よし。はい、これで削っていきまーす。はい、削ります。よし。さあ、怒ってますね。プリズムミラーと。ロコム吸収。で、属性吸収切れましたね。じゃあ、パティは、はい。あといくつでしたか？わかんない。見えなかったな。はい。パティが欲しいですね、ここはね。はい。考え中ですね。毒取ってきて、光組んで、毒組んで、はい。お邪魔も欲しい。お邪魔も組みました。はい、OK です。もうね、軽減貼るにはね、火力出すしかないんで、しょうがないですね、これはね。はい。吸収されますが、まあ、しょうがないと。いうことでね。はい。ああ、光の落ち込みが入りましたね。最悪ですね。はい。ああ、回復しちゃった。はい。パティ溜まりました。では、パティ打っていきましょう。はい。いきます。パティ打って、で、アグリゲート打ちましょう。では、殴っていきます。はい。光取って、光取って、さらに光を取ります。お邪魔回復毒。よし、しっかりと組んで。よし。はい、では削っていきましょう。3セット組めましたかね。はい、はい、はいと。よし、これで削っていきましょう。よし。さあ、で、またルーレットもらいました。はい、ただアグリゲートいるからね、アグリゲート打ってます。はい、アグリゲート打って。さあ、ここで突破できたら楽なんですけどね。はい、回復お邪魔毒。光。はい、光もう1セット組んで。はい。さらにもう一セット組みましたね。よし。光4セットです、こちら。はい。殴っていきましょう。突破できると嬉しいです。はい。さあ。はい。落ち込んのって。はい。これで削っていきます。はい。突破できましたね。よかったです。さあ、続いて22階層ですね。22階層、ここ光2セット、光2セットで2パンできます。はい。さあ、殴っていきましょう。暗闇食らって、攻撃受けて、はい。では、アグリゲート打って殴っていきましょう。アグリゲート。よし。いきます。はい。光回復お邪魔。よしと。はい。では、殴っていきましょう。はい。はい、はいと。はい。OK です。これで削っていきます。よし。で、攻撃を受けましょう。攻撃受けます。はい。さあ。で、はい、ここからね、ちょっと、ルーレットパズルですね。お邪魔と毒全部取らなきゃいけないですね。お邪魔と毒取って、はい。毒取ってきて、あとお邪魔ですね。お邪魔。お邪魔。よし、お邪魔くんで、はい、OK です。4色ですね。光1セットか。倒せるかな？はい。倒せましたね。OK です。さあ、ということで、ボスです。やっとやってまいりました。ボスでございます。はい。ボスね、ここ、アグリゲート4回な、で殴ってください。玉ドラでヘイストしてくださいね。盤面で組むのもありだけど、まあ、上記のね、4回アグリゲート立ち回りがおすすめです。はい。では殴っていきましょう。いきます。はい。光組んで、光組んで、お邪魔。毒。はい。光。いいですね。はい。削っていきましょう。よしよしよし。はい。はいと。はい。
いいですね。これで削っていきましょう。よし、削りと。さあ、で、ルーレットもらって攻撃を受けます。アグリゲートを打ちます。はい。で、また殴っていきましょう。盤面が渋いですね。はい。さあ、さあさあ、ロック解除して、光取って、光取って、光取ってと。はい、OK です。よし。さあ、では削っていきましょう。よしよし。さあ、で、2パンで半分持っていければ4パンでいきますね。はい、これで半分持っていきました。よし。ではまた攻撃を受けます。はい、でまたアグリゲートを打ちます。はい。さあ、行きましょう。はい、光くんで。はい、お邪魔くんで。よし。光回復、お邪魔毒くんでまた殴っていきましょう。よし。はいと。OK ですね。削っていきましょう。さあ。ってことで指銀賞を食らって、はい、攻撃を受けて、ここで玉ドラ打ちましょう。玉ドラ打ってヘイストして、アグリゲート上げて、アグリゲート打って突破が、これがね、一番楽です。はい。では行きましょう。はいはい、光組んで、毒組んで、光組んで、はい、OK です。これで殴って、よし、突破です。はい、OK。さあ、ということで続いては、第24階層ですね。ラスボスでございます。はい。で、1ターン目ね、盤面整理してください。回復加工ですね。で、2ターン目は、ひたすら回復四つ消しして、回復して、で、殴っていくってことですね。はい。で、2ターン目のところで、HP がね、20万欲しいですね。1、10、100、1000万、10万、20万、11万ですね。12万欲しいです。はい。ということで、まずは回復ドロップ温存なんですけど、回復ドロップいっぱいありますから、まあこれでもいいかもしれないですね。はい。1コンボして、OK。回復系とは OK ですね。でもこんだけ回復あれば OK です。全然大丈夫です。さあ、ではここでね、回復していきましょう。はい、回復四つ消しして、はい、回復四つ消しして、回復四つ消しと。よし。さあ、で、お邪魔と毒作っときましょう。これで回復します。はい。で、HP はね、20万あればいいんで、もう大丈夫ですね。はい。あ、今ないか。1、10、100、セーブ、10万。ありますね。はい。今もう20万 HP あるので大丈夫です。はい。ではさらに、四つ消しして、はい。光回復お邪魔毒組みますか。あ、温存してますね。お、集めてますね。はい。OK です。よし。さあ。ではね、3、4ターン目ね。3ターン目はね、まあ、盤面整理。お邪魔毒取り出しといて。で、4ターン目3色軽減組んで、これでね、はい。やっと、スキル封印ターンが終わりです。はいと。よし。で、あとは殴るだけですね。はい。さあ、では殴っていきましょう。はい、攻撃を受けます。よし、アグリゲートを打ちます。はい、ひたすら殴っていきましょう。で、火力高いんで、結構ね、サクサク削れます。はい、OK ですね。削っていきましょう。はい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 。よし。さあさあさあ、落ち込むのって、これで削っていきましょう。よし。はい。まあ、これがサクサクというのかどうか、まあ人によって違うかもしれないけど、はい、ガンガン削れます。さあ、では、アグリゲート打って、また殴っていきましょう。アグリゲート打たなかったですね。盤面突破しようとしてますね。はい、毒取ってきて、お邪魔も取って、はい、お邪魔くんで、回復くんで、はい、OK ですね。水と回復まで落ちてますと。はい、殴っていきましょう。はい、はいと。よし、削っていきます。はい、で、攻撃を受けましょう。はい、トゲと。アグリゲートを打ちます。さあ、殴っていきましょう。光回復組んで、はい、光も組んで。さあ。はい、OK ですね。これで削っていきましょう。よしと。はい。削ります。さあ、これでやっと半分超えましたね。攻撃受けます。さあ、いきます。光回復、お邪魔毒、組みましょう。はい。で、光組んで、光取って、はい、OK ですね。光2セット、回復、お邪魔毒、組んで殴っていきましょう。はい、はいと。はい、削っていきまーす。よし。で、攻撃を受けましょう。
はい。ではまたアグリゲート打って殴っていきましょう。はいはい。はい、さ、しっかりと組んで。よし。ではね、殴っていきましょう。はいと、はい、削っていきまーす。よし。さあ、攻撃受けて、さあ、じゃあこれでラストですかね。アグリゲート打って、はい、殴っていきます。ちなみに、どうなね、光インハンスはありますね。はい、あ、いや、はい。さあ、さあ、光組んで、光3、4セットですね。光4セットです。はい。では、削っていきましょう。はい。さあ、倒せるかなこれでね。あ、落ち込む22コンボ、23コンボ。いや、いいんじゃないですか？さすがにこれで倒せました。はい。ってことで、以上です。よかったらね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムはこんな感じになっております。はい。続いてね、代用解説やっていこうと思います。いつも通り代用の前に編成紹介すると、アグリゲートに正月ラジオは、アグリゲートにオベリスク、ホワイトベースにアレキサンダー、ドーナにクリスマスタマドラ、パティにレント7番、アグリゲートにファガンです。継承は全部スキレベ1で OK で、必要スキバー27、リダフレ逆は OK です。どのアグリゲートかフレンドでも OK ですね。武器の役割は理想系なので、帯とか雲とか暗闇とか指を積んでください。で、耐性はね、少ししてる場合は代用楽になります。まず、ラジオは、これはスキブとチーム HP と帯が役割です。帯捨てれば適当な HP 武器で OK で、メビウスがおすすめですね。続いて、レント7番です。これは暗闇 100% と指が役割です。操作時間捨てれば暗闇完全体制で代用可能です。スキルターン短すぎると溜まるので注意してください。武田とか、豊臣とか、エコーズとか、エクゾディアがおすすめです。続いて、海馬です。これはスキブと指と HP が役割です。操作時間捨てればいくらでも代用可能です。続いて、ファガンです。これはスキブと HP と雲が役割です。雲捨てれば適当な HP 武器で代用可能ですね。アイアマンがおすすめです。続いて、アレキサンダーです。これはスキブと HP と泥鏡と4遅延が役割です。泥鏡捨てれば適当な4遅延武器で代用可能ですね。スキブないなら、レンの枠を補ってください。で、レンの枠で補ってください。ルテナとか、オロチとか、戦国とかね。まあ、4遅延だったら何でも OK です。続いて、タマドラです。これは、バインド解除とヘイストが役割ですね。ヘイストがあると後半の安定感がアップするよって感じです。ゾイラとかアマテラスとか、正月アマテラスがおすすめです。続いて、本体代用のための役割ですね。まず、ホワイトベース。これが HP 盛りで、血内回復も枠です。特にね、エンハース解除豆もないので、ターン短めのスキル持ちで代用可能です。続いて、ドーナです。これは無効貫通枠ですね。17F 対策と、まあ、無効貫通スキルのキャラクターで代用可能です。無効ターン長いと良いですね。ということで、以上です。もしね、参考になったら高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。